はい、今回はこっち亀のね、日暮しねるおとオリンピックとのオリンピック選手との関係についてお話をしていきたいと思います。このね、日暮しねるおというのはこち亀、漫画のこち亀ですね。こちら葛飾区亀有公園前初出場、まあ有名な超有名な長期連載漫画のこち亀ですね。これに出てくるね、まあ、警察官なんですね。架空のキャラクターの警察官なんですね。で、特徴はですね、4年に1回しか起きない。他寝てるんですね。4年に1度しか起きない、というキャラクターなんですね。で、このキャラクターがですね、とても人気なんですけども、私も大好きなんですけども、オリンピックのね、選手、のね、まあことをね、まあ暗喩してるようなそんなね、比喩してるようなそんなキャラクターなんですね。はい、でこのね日暮しねるおですけども、亀有公園前派出所に、勤務する警官なんですけども、まあ両さん主人公両津勘吉の同僚なんですね。で、まあ4年に1回しか目覚めない、4年に1回起きて仕事をするという、そういうことでね、オリンピック、男とかそういう別名があるんですね。まあね、オリンピックの時以外にも起こされたことがあるらしいんですが、まあ原則的には4年に1回しか、オリンピックの時にしか、オリンピックの年にしか、起きない、そういうことなんですね。でね、まあ、こち亀は連載が非常に長いですので、このね、日暮しを見たことない、読者もいると思うんですね。ですので、この日暮しが登場したときは、前回のね、登場シーンを、かなりコマをね、割いて、説明してですね、まあ、読者に、知らせてると。こういうキャラクターですよってことを知らせてる。こういう説明が入るわけですね。このあたりもね、4年に1回しか行われないオリンピック。前回は何があったのか。そういうことをね、しっかりとテレビなんかで、ね、やりますよね。ですので、オリンピックを初めて見た人にも分かりやすくしてるという点でね、とても共通性があるなと思いながら、見ています。それでですね、このね、日暮しねるおですけども、特殊能力を持ってるんですね。まあね、予知能力であるとか、まあ超能力のような、そんなものをたくさん持ってるんですけども、そのね、能力を利用して、まあ、事件をね、解決したり、起きた時は大変な活躍をするわけですね。ですのでね、まあ、この超能力を持っているという設定がですね、オリンピックのスポーツの選手たちは、我々一般人には、持っていない、驚異的な能力、驚異的な身体の能力、精神の力、これを持っているということをね、まあ、思い起こさせる、ということですね。はい、で、このね、日暮しねるおの、まあ、外見ですけども、ずっと寝てますので、起きた時にはね、髪がもう伸び放題で、髭がボーボーになって、まあご飯食べてないので痩せてるんですね。なんともね、まあちょっとだらしないというか、そういう感じなんですね。でね、まあ性格的にはね、結構物臭なんですね。着替えもね、ちょっと横着してたりとか、あとまあお風呂をですね、洗濯機に服を着たまま入りという、そういうね、まあ、一気にやってしまうという、そういう、まあ、合理的というんですかね、よくわからないですけども、はい。まあ、一般の人ではできないような、ことをやってるわけですね。はい。で、このね、日暮しねるおを4年に一度しか起きない。そして、起きた時は大活躍する。という日暮しねるおなんですけども、オリンピックの選手を私たちがね、見守る視点もね、やはりそうですよね。
4年間毎日毎日オリンピックの選手をですね応援してる支援者も周りにはいるでしょうね。しかし一般のね普通の人はやはり、4年に一度しか応援しないわけですよね。4年に一度しか彼ら彼女らを見ることはないということなんですね。でね、この日暮らし寝るおなんですけども、面白いのはね、この主人公りょうさんと同じね、寮に住んでるんですね。同じ、まあ、建物に住んでるんですね。ですので、もうそのね、部屋、日暮らしの部屋はですね、ずっと寝たまんまで誰も近寄らないですから、まあ、物置とか倉庫とかね、そういう風な、扱いになってるんですけども、このね、主人公りょうさんと、同じね、建物の別の部屋に住んでる、ということですね。これは面白いですよね。オリンピック選手はね、何かこう、特別な存在で、普段はね、特殊な、施設にね、まあ、一般の社会とは、こう切り離されて、住んでるのかなと思いつつですね、この日暮らしの、りょうさんと同じ建物の同じような部屋に住んでる、ということをね、見るとですね、我々と同じような生活を彼女、彼らもやってるんだと。何一つ変わらないね、普通の、人間であるという側面をね、かなり持ってるんだということでね、この辺はね、なんていうか、ちょっとね、グッとくる、まあ、設定ですね。はい、でね、この日暮らし寝るおなんですけども、日暮らし寝るおがね、結構人気で、印象に残るキャラクターであるということはですね、我々のね、見てる人の感情が結構動くんですよね。オリンピック選手を見守る我々の目もですね、この感情の部分でかなり動くところが多いということですね。私はね、オリンピック選手は非常にもう大変な努力をして、すべてを犠牲にして投げ打ってですね、まあ、試練にね、チャレンジしてるので、リスペクトしてますし、ちょっと真似できないなという、そういうね、感覚も持ちつつですね、どこかね、こう、浮世離れしてるとか、そういう感覚もあるんですね。このね、浮世離れしてるというね、視点、これがね、日暮らし寝るおの、この、ボサボサの髪であるとかね、髭がボーボーであるとか、あるいは物草であるとかね、そういう点に現れてるのかなと思いますね。そしてですね、4年に一度起きた時はですね、この大活躍するわけですね。犯人を捕まえたり、未解決の事件をバシバシ解決したり、まあ、要するに警官としての職務をね、かなり素晴らしい業績を上げるわけですね。まあ、なので、4年間寝ててもクビにならないわけなんですけども、給料もちゃんと振り込まれるわけですね。まあ、実際にね、こういう警官がいたら、それはありえない、ことなんでしょうけども、まあ、漫画の設定としては、クビにはならないということなんですね。ですので、オリンピック選手に例えるとですね、この4年に一度のね、このオリンピックの舞台、これでですね、大活躍をする選手はですね、まあ、その間にですね、かけながら努力をしてますけども、やはり、目立ったね、業績、目立ったもう全国民が知るような、そんな結果は残しにくいんですね。うん、大会そのものがないですからね。うん、ですので、この4年に1回のオリンピックにですね、この業績を上げて、他の機関はですね、かなり地味な、目立たない、そういうね、
を、まあ、行いをするのかなと、そんな風にね、思います。はい、このね、日暮しねるおというね、個性的なキャラクターに対する我々の感情としてはですね、私はね、少し罪悪感があると思いますね。罪悪感、その罪悪感は何かというとですね、オリンピック選手は、このオリンピックの期間中は全国民が揃って応援しますが、その期間が過ぎれば、普通の人はあまりもう応援はしなくなるわけですね。知ってはいますが、覚えてはいますが、応援はそんなにしないということで、まあ、平たく言うとですね、なんだよ、この期間だけ応援しやがってと。ね、他の期間は応援してくれなかったじゃないかと。そういうね、ツッコミがオリンピックのね、選手から、来るのではないか。実際そんなことを言いませんけどね、オリンピックの選手は。ですけども、客観的に見ると、他の期間はね、まあ、ほっといて、この期間だけ応援するなんていうのはちょっとね、まずいんじゃないのと。そういうツッコミが入るわけですね。これが我々のオリンピックの選手に対する罪悪感なんですね。この罪悪感をですね、この日暮しねるおはですね、この罪悪感をも、まあ、表現している、そんなキャラクターなんじゃないかなと私は思いました。